スさんたち、今日もおはよう。2時3時プロジェクト、怒ったらね、相手がどうにかなるまで永遠に喋り続ける。食べ物がダメでって言われて悲しかった。二次三次も 2.5 次元舞台してくれないからどうなるんだ。 L 役がいるってこと。え、面白いんだけど。二次三次誕生の奇跡とか言ってやるんでしょ。ああ、リスさんたち、今日もおはよう。私はエルフのエル、ここエルフの森に住む可愛いエルフ美少女。自分で言うのって、はいはい。さ、リスさんたち、ご飯の時間よ。テレレッテッテレレッテッテテレレッテ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 チャラチャチャチャツチャツチャツタラチャチャツチャツチャみたいな感じ。にじみゅにじみゅ、やばい、いけるよねこれ。にじみゅやってほしい。うわー、エモ、絶対エモいじゃん。グルムウェールとかもストーリー性あるし、ストーリー性がある子たちやってよ。でも一期生的には一期生誕生の奇跡っていうやつでできそうだし、泣く自信ある。ここは2期生のところだからエレルのうちはしまって。ルールがあるんだ。わー、やってほしい。できそうではある。さあ、皆さん、今日も配信開始ですとか言って。ムーン、歌い出すんだ。月の水戸役さんが。わー、いいなー。って言ったら、VTA とかできそうだけどな。バーチャルタレントアカデミーから、その学んでって、VTuber になるまでの、そのスクール生活と、配信生活が始まるまでの、過程と、配信活動を始めてみて、憧れてた世界と、思ってたんと違ったってなって挫折して、でも、仲間たちで支え合ってみたいな、一番やりやすそうだと思うけど、VTA とか。さ、みんな席につけ。今から、VTuber の授業を始めるぞ。おや、一人、出席が足りていないようだけど。すみません遅れました。おい、ユミセ遅いぞ。おい、ユミセまた遅刻かよ。なんか1期生の中で喋ったことあったり、ご飯行ったことあるの、四つハピちゃんだったから、四つハピちゃんが出てきたけど、勝手に四つハピちゃん遅刻させ、妄想止まらん。まったく、ユミセったら、また夢でも見てたんじゃないの。はははは。夢なんか見てないよ。でも、もし夢を見てたとしても、ムヨチが食べてくれるでしょ。何言ってんのよ、私が食べるのは悪夢だけとか言って。いけるな、これやってください。全然これ案使っていいんで、著作権とか取らないから、このまま使って大丈夫です。いやー、素晴らしい。もう このままだとハピちゃんの流れになっちゃうからな、これずっと。このままだとちょっと四つハピちゃんの話になっちゃうからな。自分で考えよう。もう自分想像つかないんだよな。もうだって白雪姫だもん、エルの最初。リスさんたち、ご飯の時間よ。で、ある日突然、二次三次のあなたも一緒に誰かに夢を届けませんかっていうサイトをたまたま見つけるんだよね。二次三次プロジェクト、人生を変えるきっかけか。ちょっとエル、井戸の水を汲むのも手伝ってちょうだい。ああ、わかった、今行く。ま、こんなの私には縁のない話か。あた、で、ノートパソコンを閉じる。一旦は諦めるんだよね。でも、忘れられなくて、もう一回見る。あなたの人生を変えるプロジェクト、か。ま、物は試しだし、応募してみるか。それに人間の世界ってすっごく楽しそうだし。これがうまくいけば、人間の世界に住めるってことだよね。憧れの東京、行ってみたい。それにしても、オーディション音源って何を撮ればいいんだろう。試しに撮ってみるか。こっち。皆さん、こんにちは。私の名前は、ああ、ダメダメ。ポチ。こんなんじゃ絶対受からないよ。いや、いい。一生できる、これ。にじみを一生できる。やばい、お箱ネタになっちゃうかも、これいるの。前作主人公が次の主人公の四つハピちゃんを導く展開があるやつね。あ、だから、私も、憧れの VTuber になって、こんなにたくさんのお友達ができて毎日楽しいです。皆さんも、二次三次に入って、新しい一歩を踏み出してみませんか?っていう CM が流れているところを次の主人公であるハピちゃんが見るんだよね。二次三次プロジェクト。で、ここで幕を閉じるの。で、第2部作に続くんだよね。はい。いやー、いい。マジでいい。いや、これ何でもできる、本当に。うわ、一生できる、この話。エルさん、やっぱすごい。ドラマ CD 欲しい。いやー、できるな、これ。ちょっと一生やってみて。
じゃあ先生が止めるまで今のやつやってみようか。あーよーい。レッスン？制作費の足しに。ありがとうございます。あれ、背中押されてる感じ。エレルガチヒスったら無言になりそう。ヒスってどういうことかな。まあ、だから怒ったらってこと。エレル怒ったらね、論理型タイプだから、相手がどうにかなるまで永遠に喋り続けるよ、エレルも。いやね、最低彼女ボイス、エルから遠く離れた世界の台本だとも思えないんだよね、あれ。熱場しちゃうから、ちゃんと怒ってくれる人は優しいと思う。で、あの時コメントしてたのになんで泣いてんの、今。だって、まさか。こんなになるまで追い詰められると思ってなくて。言ってたじゃん、雑談配信の時。怒ってくれる人は優しいと思うって。ねえ、優しいでしょ今。エレルは優しいです。そうだよね、あんたが納得するまで話してやるっつってんの。ごめんなさい、まさか自分が詰められる立場になるなんて思ってなくて。ってなるかもしれない。ごめんなさいって言ってるやないですか。許してあげて。俺ら同士でかばい合うんだ。なんか容易に光景が思い浮かぶな。そんなことされちゃったらもう逆らえない。ね、なんかスタンプ間違えてないそれ。応援してないそれ。エルのこと。いいんだ、それ。もう逆らえないとか言って。いいっぽいです。やった。こんばんは、ありがとう。エレルお酒飲むの、飲む飲む。串カツ田中デートボイスください。今日さ、この後夜何食べる？なんでもいいの？なんでもいいが一番困るんですけど。あ、そうだ、思い出した。エルさ、串カツ田中に行きたいんだよ。串カツ田中でいいの？うん、だってね、今串カツ田中に行くとさつまいもの期間限定のフライが食べれるんだよ。エル、それがめちゃくちゃ食べたくてさ。でもせっかくのデートなのにさ、イタリアンとかフレンチとかそういうとこ行かなくていいの？うん、エル、串カツ田中がいい。ああ、串カツ田中で満足してくれんだ。前付き合ってた元カノとかはさ、毎回高い飯食わせないとわがまま言ってたけど、それに比べてエルはどんな場所に行っても無邪気に喜んでくれて、そういうところが可愛いんだよな。嬉しい、ありがとう。全然、なんかファミレスとかでもエル大丈夫なタイプ。じゃあ今日も割り勘にしよう。あ、マジ？わ、いいよ全然、俺は払うって。いいって。あ、わかった。じゃあ今日は丸々くんが払って、次はエルが払うね。何？次も一緒に行ってくれんの？マジか。てか言ってさ、さりげなく次の約束してんのか、それ。めっちゃ濃いじゃん。ありがとう。そういうつもりじゃなかったんだけど。恥ずかしい。よし、これで行きます。声質は彼女さん厳しくないって言いそう。実はさ、今付き合ってるさ、彼女がいるんだけどさ、マジで束縛厳しくて。そうなんだ。男女で飯行くって普通じゃね？マジで。わかる。なんかさ、男女でご飯行っただけでさ、恋愛とかさ、付き合ってるとかさ、息苦しいよね。なんかその人でしかさ、味わえないその時々の楽しさっていうものがあるじゃん。あ、マジそれ。エルめっちゃよくわかってくれてんじゃん。わかるよ、だって。そっか。じゃあ今エルが一緒に俺らくんとご飯行ってるのも彼女さん的には嫌なのか。やば。彼女さん結構厳しいね。エルだったら嫌かも。だって自分がされたら嫌だもん、そうやって束縛とか。はい、面白かったし、マジマジさ、エル分かんなかったからさ、マジ無知で言ったからさ、有明ホールの、売店でね、フランクフルトとポテトフライ売ってたの。で、友達も飯食ってないって言ったから、そう、買ったのよ、フランクフルトとフライドポテト。映画館でもらうケースみたいなのに入れてもらって、イエーイみたいな感じで言ってたら、ごめん、エル、それ会場内で食べれないかもしれないって言われて、で、その、立ってるスタッフさんに聞いたら、あ、飲食の飲み物はいいんですけど、食べ物がダメで、って言われて。じゃあなんで売ってんだよって思って。だから運動会って言うしさ、売ってるぐらいだからさ、なんか、食べながら見れんのかと思ったらさ、持ってけなくてさ、で、いや、いいよいいよ、酒入っときなって言って、友達だけ先に会場に行かせて、エルはね、外でね、一人でフランクフルトとポテトを食べて、悲しかった。いや、だってさ、チュロス売り切れですとかさ、言ってチュロスの追加が運ばれてくるぐらいだったから、あ、みんなやっぱ食べながら見るんだって思ってね。買ったら、ダメって言われて、すごい恥ずかしかった。なんかみんなお客さん、みんな会場に入るさ、端っこでフランクフルトを急いで食べてさ。そう、開演前にみんな食べてたんだって思って。え、ちょっとポテトを食べきれなかったからさ、なんかもうせっかく持ってきたブランドのさ、バッグの中に押し込んでさ、もう最悪トリュフの匂いするんだけどこのバッグって思いながらさ。
会場に中に入って恥ずかしかったわ。もうそう教えてよ、なんか会場内持ち込み禁止ですよみたいな書いてくれたらいいのにお店もって思って、恥ずかしいわって思って、まあそれはね、なんか公式サイトに書いてあったらしいんだけど、ちょっとエルちゃんと見てなくてさ、内輪がね1人1枚とかペンライト1人2本までとかいろいろ決まりがあって面白かったね。